アブロ。アブロは、イギリスの航空機メーカー、AV ローカンパニーの通称。第二次世界大戦において活躍した、爆撃機ランカスターのメーカーとして知れる。これより、アブロと記した場合、この企業を指す。アブロは、世界初となる、航空機の会社で、マンチェスターのブラウンズフィールド・ミルズ、イングランドのアリオット・バードンローと彼の弟である。 HV ローによって1910年1月1日に創設。AV ローはサリーのウェブリッジとハンプシャーのブルックランドのパイロットとしてすでに名を知られていた。1912年、同社は木製服用機のアブロ504を開発した。翌年には初飛行を果たし、第一次世界大戦では敵味方双方に使われる航空機となった。 いくつかのハンブル工場、マイルス工場、ニュートンヒース工場などで合計8340機が生産され20年間も使用された。これはこの頃のエンジンを使用する航空機としては相当なエラであった。1920年代にアブロはマンチェスターのアレクサンドラパークからチェシャーのニューホールファームに移転し、この工場は 現在もベイシステムズが使用している。1928年には AV ローがソーンダースロー社を設立し、前衛的な設計のジェット戦闘機や後にはホバークラフトも製作した。アブロは演習機の設計技術を維持する目的で副用機、アブロチューターを製造し、イギリス空軍が多数採用することとなった。その後アブロアンソンが製造されたが、ヨーロッパで 戦争の機運が高まると、再び実戦に投入する機体の開発に重点が置かれた。第二次世界大戦中に製造された機体としては、アブロ・マンチェスター、アブロ・ランカスター、およびアブロ・リンカーンが有名である。特にランカスターは7000機以上が製造され、その能力を買われて、チャスタイズ作戦にも投入された。ランカスターは傑作機であり、 旅客機アブロランカストリアンと紹介機アブロシャクルトンはランカスターから派生している。その後ランカストリアンの後継としてアブロチューダーが開発された。同機はアブロリンカーンの主翼とエンジンを流用し、1945年7月に初飛行が行われたが、BOAC のキャンセルもあって、わずか34機しか製造されず、他の旅客機との激しい競合もあって成功したとは、 言えなかった。結果旧式のアブロヨークが軍用、民用でより広く用いられた。ベルリン空輸作戦、ベルリン封鎖でチューダー及びヨークは大役を担った。冷戦機に有名な航空機にアブロバルカンがある。バルカン爆撃機はイギリスの核抑止戦略の一環として核ミサイルのブルースチールマーク I を搭載しアラート任務についていた。アラート任務は 比較的短期間で終了したが、1982年には、フォークランド紛争で通常爆撃任務に出動している。1950年代には、ロールスロイス製ダートエンジンを搭載した、総発ターボプロップ旅客機アブロ748が開発され、世界中で広く販売された。民間以外にも王室用飛行隊、現イギリス空軍第32王室飛行隊が、 数機を購入し、後部貨物湿度ア及び、伸縮式降着装置が追加された方が、アンドーバーとして、イギリス空軍やイギリス連邦各で採用された。同じく1950年代には、アブロカナダによって、北米発のジェット旅客機、アブロ c 1 0 2ジェットライナー、カナダが自主開発した唯一のジェット戦闘機 CF-100 カナック及び、 超音速戦闘機 c f 1 0 5アローが製造された。アローは高性能の迎撃戦闘機として開発が進められていたが、開発費が高騰したことと、地対空ミサイルによる防空へと戦術が転換したため、量産体制へ移行しないまま、カナダ政府により計画の破棄が命じられた。これにより、アブロカナダは打撃を受けて、終焉に向かうこととなる。 アブロは1963年7月に、ホーカーシドレーアビエーションと合併し、署名としては、消滅してしまったが、長年のブランドイメージが大きかったため、これも、またホーカーが合併して発足た、BAE 製の BAE146 が、アブロ RJ として2001年まで販売された。この機は、アブロ146やジャンボリノの愛称も持つ。 アブロ748から発展したのが BAEATP であり、イギリス内外で主に国内短距離定期路線で運用されている。1988年にはイギリス空軍で39年という最長の運用期間を誇ったアブロシャクルトンが退役して、イングリッシュエレクトリック・キャンベラに洋上紹介任務が引き継がれた。イギリス航空業界への功績の記念として、 数機のアブロ504、アブロチューター、アブロアンソン及びアブロランカスターが現在も飛行可能な状態に整備され続けている。さらに、バルカンの融資を再び見たいとのイギリス国民の願いから寄付を集めて大掛かりな回収を受けたバルカン XH558 号機が2007年10月18日に再飛行し、その後も航空ショーに出演している。 航空機楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。